はい、皆さんこんにちは、ナツでございます。今回はドラゴンボールではなく、レアガチャでもなく、友情ガチャがまたね100たまりましたんで、前回あのしょぼすぎた、なんかねこれといって美味しくなかったですよね。全体的にまず金率が低いで、ブルードやヤタガラス、あの辺が引けてないって感じかな。まあなんか新しく出たね、なんとかロンとか、あのウォーロンとか、あとトリドンとか、まあ新キャラは出てくれたんですけど、なんか納得いかなかったんで、ちょ今回も引いていきます。狙いはね相変わらず、タマドラーとヤタガラス、ブルードで、プラスアルファ宝玉とか、トライフルーツとか、ちょっと取りに行くのがめんどくさいとか、スタミナ消費が多いモンスターが出てくれるといいですね。はい、まあ、金がとりあえずね10回回して、あの毎回1個か2個は出てほしいんですよ。前回出ない回が何回もありましたから、お願いしますね。やってますよね。はい、不安になるんですよね非常に。1投目、まあ幸先悪いんだって、ゴルドラ。お、まあまあまあ、あれですね、このトラップマスク君は今度またサインに変わるんで、ヌト多分上げてないんで僕、まあヌト上げれるからいいでしょう。さあ2回目。お、そう、前回プラスが0だった、今回はもうトリドン。すごい、ちょ見たかったね。なんか通知消したら消えちゃった。ツインリーとか言いましたね今、なかなかいい。なんかあの2人はねコンビで出てくることが多い気がします。はい、生金3つ出たらこうなるわな。いや、こんだけ星玉あるなら、あ、なんかでトレント出すぎじゃない。トレントならさっきからずっと見る。まあこの中でのちょっと嬉しい枠がゴールドパイレーツと、なんかこのテントウムシ、あと、まあ、コタロウね、スキルマンなんでねそんなに嬉しくもないんですけど。おいおい、よし頼みます。金4個とか5個とかさ、昔はあったやん。3ついいね。タマ、いい。また青いペンドラ、おい緑の仮面2つ、あと浜姫、青いペンドラとちょっとトレントが出すぎ。玉ドラいいですね。ちょっとやっぱブルードとヤタガラスとか欲しい。おお、またプラス、あ、星玉0、最悪まだトレント来るんじゃない。ケルピーとピクシー、ケルピク、なんで出ない。イベントガイドは結構出るんですけどね、そんなにね金が混じってないんで。あ、回ったプラス、タマいいね。あ、ベビー、おー、マグチャにマグミル、ここは素晴らしい。あの、僕マグチャ大好きなんですよ。めっちゃ可愛くないですかマグチャ、この緑の子です。めっちゃ可愛いっすよねこれ、すごい好き。マグ、あの木だからとかじゃなくて、あのマグの中ですごい存在感を放っている。彼か分かんないけど、めっちゃ銀、めっちゃ銀、ベビーカスで欲しい。エメドラ、ゴルドラ、ベビーカス、フェアリーにウォーロンもよう出ますね。でケルピー、すごい、これなかなか見ないメンズですね。あー、あと3回か、早いな。ちょっとブルードとヤダガラスは一生出ないのか。大金に行こう。はい、星玉0 これを一番避けてほしい。お、ガブ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 、あ、また青いペンドラ、またガブガブ。お、一番右下にはインドラのスキルだけですね。あん、なんだっけ、なんとかと、これガブガブね、僕不足してたんで嬉しいですね。あの、普通のガブガブです、ただのドラゴンフルーツ。はい、突然の母ちゃんからのメール。おい、母ちゃん頼むよ。
なんかまたですよ、もう下水ばっかで、またトラップマスク。さあラストとなってしまいました。全体的に星が出ないんですけど、まあ今回プラスがねちょこちょこ出てるし、タマトラも2体出てるし、まあ悔いはありません。これにて僕の友情が崩壊します。ほらまたプラスだよ、これすごい。あ、星玉結構あるよ。またお前かよ、ガブガブ。ああだわ、はい、結果確認しますか。いやーまあね、友情ガチャとはいえこんだけガチャが回せるのはね気分がいいですよね。まずプラスってかこの前と同じくいらないのを売却していきましょう。経験値小じきなんで麦ドラペンドラ、こんなやつ出んの。星玉ルビドラって出るんだ、いらね。いやめちゃくちゃいらないよね。あのペンドラの進化素材が変わってしまった今、彼らの需要は本当にないでしょう。ちょっと仮面もねそんなに必要ないんで売りますね。まあプラスが本当に美味しかった今回は。ほい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 、モリリも結構いますね。これはゴールドだ、もうやっぱ星が出るんだ。トレントもこんなもんかな。ナイトコドラ、うん、まあこんなもんかな。なんでウィルを売ってない。デカワルリン、はい。99の青い仮面がねまず3体出た。でガブガブ3体に、あとはトリドンがまた出て、ウォーロンまた出ましたね。こいつでこいつが初めてかな。ツイントン流撃体ですよ。チョキサファじゃなくて金サファやん、ただのいらないですね。でこいつ結構嬉しいね、クワトン。はい、じゃあ最後食わして終わりますか。食わしていきます。特にインドラ、うちのインドラちゃんは多分スキルまではない4ですね。さあいけ。おお、いいよ。全部スルーされるのが一番動画的にまずいからね。ありがとうございます。最近なんかねそれ引きますね、ナッパにしろ、ビオランテの誰だっけ、誰かにしろ、ね、こういうことがよく起きますね。別にね 2.5 倍でもないんですけど。データ流撃対戦、流撃対戦、水だよ、お前だ。これね、まあこれは上がらんでいいんですよ。どうでもいいんで、はい、お疲れ。そのうちあのサファドラであげますんで。で、孫権かな。孫権もまだ2なんですよね。竜騎姫だっけ、あれちょっと回さないとね。孫権とかは使えますから全然、まあ、僕には無関係なんですけど、まあ上げときたいっていう気持ちはあるんで。こういう時こそ上がれ。はい、残念。何パーぐらいなんでしょうかね。10% とか 5% ぐらいかな。1体で、1アップは。カーンも言っときましょうか。カーンいるんですけど、あの、アンケダンジョンもね、ちょっとやる気しなかったんでやってないんですよね。はい。レッツゴー。ちょっとインドラさんが、よく決まりすぎたな。あとはもうサインとかだけだしね。トリドンは進化させないといけないし。マグチャはちょっと混ぜたいけど混ぜれないし、まあこんなもんです。はい、タマドラ2体にベビカス2体、次回こそ、ブルードやたがらすを狙って頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。